で江戸時代末期からおられるようになったかすり。かすりかすり糸すなわち、あらかじめ染め分けた。糸を使用して織り上げ文様を表した織物をかすりと呼ぶが、倉吉では絵画的な柄を折った。絵がすりや、さらに高度な綾織。あや、おり浮き寄りなど、さまざまな組織式もおられるようになった。このような織物を風通式といい幻の織物と呼ばれ評判を呼んだ。 江戸末期に始まった倉吉ガスリは、明治になって盛んになり、西日本を中心に、全国へ売り歩かれたが、大正時代に入ると、その高度な技術のゆえに機械化もできず衰退していった。戦後、すでに折り方もわからなくなっていた、風通式を、染色家吉田タスク学診の末復活させる。また、かすり研究家の福井貞子を代表とする、かすり保存会も生まれ、 倉吉ガスリは、現代にも受け継がれている。鳥取県倉吉市は、人口約5万人で、江戸時代は、法規国久米軍倉吉と呼ばれた古い城下町である。奈良時代には、法規国の中心として、国庁や国分寺が置かれ栄えた。その後は、山梨などにより城が築かれ文化の中心となり、江戸時代は、鳥取藩主席家老荒尾島の領地として、 放棄国の中心として交易が栄えた。今も、丹谷、杜谷町、魚町、港町などの地名が残っており、水路が引かれ、商業が盛んで当時の面影を残す多くの蔵が残っており、宇都ぶ玉川地区は日本の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。古くから芸術活動も盛んである。蔵吉は、 海に近いながら小さい盆地に位置し、新鮮な海の幸と山の幸の両方が手に入るという、食には恵まれた土地柄である。カスリはインドなどの南方で生まれ、回路を経て、太陽国、インドネシア、琉球に伝わり、さらに本州に伝わったようである。日本では、上代からカスリの遺品があるが、カスリが広くおられるようになったのは、江戸時代の末頃からで、 明治にかけて、急激に各地で広まった。浅糸などであらかじめくくり、防戦して、ブチに染め分けた糸で文様を織り出した織物を、かすりと呼ぶが、この技法は、時代とともにさらに複雑なものが考案されていった。倉吉がすりの特徴は、絵がすりにあった。絵がすりはその名のごとく、絵画的な文様を織物で表したかすりである。江戸末期に始まった倉吉がすりは、 明治になって盛んにおられるようになり、その当時倉吉地方の各家庭では、自宅で使う木綿の木邪や布団生地はどれも家の女手ででおられており、呉服屋で買うというようなことはなかった。倉吉の娘は皆、木を習った。自分で糸を紡ぎその糸を荒野へ持って行って、染めてもらい、自分で折った。織物ができることによって、一人前の娘として認められたのである。 はたりのできないものは結婚もできなかったが、上手なものは、それが嫁入り、道具とも見られ歓迎されたのである。資料として、自分の織る、織りの参考にしたり、新しく織った柄を集めて帳面に貼った、島帳が残っているが、倉吉の女は器用なものが多く、島が折れるのは当たり前で、器用な娘は、平折りのかすりとは違った織物、組織織や、 普通式、絵がすりを折った。絵がすりは、字のごとく絵のようなかすりで、上手なものはより細い糸を使いまさに手で描いたような、柄が織物で表されていた。だんだん複雑なものが増えるに従い、島町は島より、絵がすりが目立つようになっていき、松、竹、梅、鶴、亀、大黒や、様々な自然物、器具、地などを柄に取り入れたものが残っている。 倉吉はかつて小さな城下町であった。明治初年頃稲をしごく稲古木先人が倉吉で開発され、西日本を中心に全国に広まっていった。刀や隙、桑を作っていた。谷屋町には西日本の農家の需要を満たすため、鍛冶屋が多数あり、各地に販売の行商に出かける者が多くいた。倉吉の絵がすりは、 稲子稀先人の行商人によって各地で売られ全国へ広まっていったのである。その柄の巧みさで各地でも手早され、より複雑なものほど高価に売れた。そしてさらに複雑な織物を目指すようになっていく。これが倉吉の女たちの貴重な内職収入源ともなった。また、この高度な倉吉ガソリは技術までも流通して、見まさかでは、 明治初期に倉吉ガスリの技術が持ち込まれ、カスリが折られるようになり、作集ガスリと呼ばれた。食器は縦糸を上げ下げしてその間に横糸を通して、折っていくのであるが、その上げ下げする器具を走行といい、2枚使うものが、平折りとなり、走行が多くなるほど複雑な折り物が折れる。倉吉では、平折りの2枚走行でなく4枚走行で平折りでは、 できないあや浮き織りなど様々な文織りや、浮き柄の呪文が現れ、秋田折り、八端折り、一楽折り、星七子織、り、鎖折り、四目式等の名が残っている。中には六枚走行、さらに高級な十枚走行の組織式もおられるようになった。このような織物を、風通式といった。風通式の中には、紺色の糸の間に白糸をうまく組み入れて小さな、 イゲたのカスリ柄を折りで出した折りがすりなどもある。風通式は、表裏別の糸を使い二重組織で折られ、表裏の糸が入れ替わり、交差しているところ以外袋状になっているのが特徴である。一般的に平折りしか折られていなかった時代に、複雑な折り物は大きな驚きであったろう。中でも不思議な折り方をする風通式に対しては、憧れと異形の念を持たれたのである。 面倒な組織式は誰でも折れるものではなく、ごく少数の人たちにより継がれていったが、その中の、さらにごく一部の人により折り方を伝える伝書が書かれた。しかし、大正時代になると、出折りは工業生産に押されるようになり、また、倉吉がすりはその柄が手で書いたように高度であったため、機械化をすることもできなかったために、かすりの仕事は消えていったのである。 倉吉地方で誇らしく折られた風通式は古い家の片隅か省列の布として残っているだけとなっていったのである。戦後では数人の高齢者が自分で使う簡単なかすりを細々と折っているだけとなっていた。そして組織式の高度な風通式を折ることのできる人も伝承を理解できる人もいなくなっていた。その幻となっていた風通式を 苦労の末復活させ発展させたのが、倉吉在住の染色家、吉田田スクである。吉田田スクは残された、小先の風通式やかすりの持つ奥深い美しさに、愛おしさを感じ、なんとか倉吉で再現させようと考えるようになった。そして、昭和30年頃倉吉の旧家からかろうじて、数冊の織物の伝書を入手する。伝書の中には、 楽調しているものや虫食いで、反読不能なものも多く、読むことすら難儀なものもあった。沖縄や日本各地、タイ,インドネシアメキシコなどへ出かけて、染色の研究をする中で何度も身寄りを繰り返し20年の歳月をかけよう約一冊の本、倉吉地方明治中期組織寄りと風通式に仕上げて、発表する。吉田ダスクは現代生活に合う新しいかすり。 新しい織物を作ろうと倉吉がすりを発展させ、シルクや草花から取った染料を使い、あやつずれより、足す、串木を開発し、東京銀座や日本各地で発表を行い、多くの方々に広め、新し匠工芸会の稲垣賞を受賞するなど、倉吉がすりの発展に貢献した。さらに様々なところで講演をしたり、実技指導を行い、若手の育成にも努め、 木を織る若者も少しずつ増えている。しかし、これからを職望されながら1987年に65歳で死去。タスクの織は三男の吉田君之助に受け継がれた。吉田君之助は、父タスクと同じ新宅美工芸会の会員となり、操れより、タス、串木を織り続けながら、かすり美術館の館長も務め、倉吉がすりの発展にも努めている。 また、福井貞子を代表に、倉吉がすり保存会も発足しており方の普及などを行い今では、倉吉で手織りをする人もようやく100人弱まで増えている。さらに、昭和末期頃より手作りの見直しや、カルチャーブーム、地方再生などによる伝統文化の見直しや保護などもあり、子育てを終わった世代やリタイア世代を中心にかすりを、 ろうとするるる人たちがが徐々にではあるが増えてきてきいる自分たちでより深く覚えたいと、かすりの技法書を求める声が、鳥取県外も含め各地でも増えており、その声で吉田だすく、著図説つむぎとかすりの手織技法入門などの、わかりやすい技法書の復刻版画も再版されるなどの、動きも出てきている。ありがとうございます。